アイドルマスターシンデレラガールズデレステガチャ行きたいと思います。これね、もう私ね、このゲーム最近全然やってないんですけど、もうリセマラでね、力つきました。本当にもうね、 SSR が全然出ない。で、まあ、スーパーレアでね、妥協してやったんだけど、もう全然もうテンションだだ下がりなんでね、やっぱこのゲーム SSR 出なきゃね、ダメですよね、これね。なんで今回ね、来ました、シンデレラフェス SS レア出現率2倍来ましたね、これね。今回これね、8050、今まで貯めてきたやつ全部、まあ、SS レアが出るまでね、行きたいと思います。じゃあ、30連行きましょう、行きましょう。30連、 SS レア出現率2倍ですからね、これ。さあ、来ました。これはもう銀色だもんね、これいつも違うね。あれ、ちょっと最近やってないから忘れちゃったけど、これまあ SL スーパーレア確定みたいな。あ、一番後ろにスーパーレアかな、あれ。一番後ろがスーパーレアですかね、あれ。あ、来た。あれ、これ SS レア、あ、 SS レア一発で、すごい、一発で城ヶ崎美香、一発で来ましたね、これ SSR で、 SR も確定してるのか、あれ。もうね、ほとんどガチャ引いてないんでね、ほとんどこの辺は全部ニューだね。いやー、いきなり SSR とか。マジ？あれ、一番後ろはやっぱスーパーレアだよね、あれね。これスーパーレア？あー、スーパーレアだね、これね。あー、かわいいね、これね。いや、これはすごいね、一発で、さすが2倍だよね。いや、あ、パッション、パッションか、まあ、パッションね、結構持ってるんでね、いいね。じゃあもう一回、もう一回だけ行こう。もう使うことないからね。まあ、5000もあるよね。もう、じゃあ10連もう1回。SSR2 倍。まあちょっとね、気分的にいいよね。さあ、来ました。さあ、さっきと一緒。よし！よ、スーパーレア3つ。あー、SSR はなさそうだね。いや、でもスーパーレア3つはでかい。スーパーレアがね、確率上がってないんだけど、なんだろうな、リセマラの時なんか、これもう何十回やってもさ、スーパーレアすらほとんど出なかったけどね。いや、今回やっぱ出るね。これはボイスあるのとないのがあるのね、これね、よく見ると。ああ、これは SR だね、これね、いかにもって感じだね。まあ3枚でいいよ、全然 OK、3枚出る、全然 OK でしょ。
じゃあ今回ね、当たりですよ。今回これ皆さん引いた方がいいですよ。あ、これ出てるやつだね。この右下に。で、今回ね、一応ここまで。にしておきましょう。また多分来ると思うんでね。2倍。その時にまた引こうかなと思います。では、ありがとうございます。